2023年1月、久しぶりに空年比がどうなっているか、エラーコードは出ていないかを見てみたのが、苦悩の始まりでした。X11 診断コネクター、VP3 にテスターをつけたところ、2.7V で固定していました。これは、吸気温度センサー異常を示す、エラーコードの可能性があります。センサーを外して、目視点検しましたが、少しセンサー部分が錆びていました。吸気温度センサーに異常がないか調べていきました。まずセンサー自体に異常がないかを調べました。センサーの抵抗値は摂氏20度で2キロオームでした。正常範囲内です。吐く息やドライヤーで温めると抵抗値は規定の範囲で下がりました。吸気温度センサー自体は正常だとすると、配線に問題がある可能性があります。配線に問題がないか調べていきました。センサーの配線は2本あります。1つはアース接続です。テスターで調べると、アース接続配線には異常なし。もう1本は ECU に接続します。こちらはこの抵抗値が正常なのかは資料がなく不明でした。次に ECU からコネクターに電圧が供給されているかを調べました。5V 供給されていました。正常です。コネクタ接点を磨いてもエラーコードは消えないため、とりあえず30年間交換していない吸気温度センサーを新品に交換してみることにしました。新品はセンサー部分にコーティングがされていて、錆びにくいように改良されていました。新品と古いセンサーの抵抗値を比較しました。ほとんど同じ値でしたが、わずかに新品の方が値が低いです。やはりセンサー自体には問題はないようです。吸気温度センサー自体には問題はないようなので、交換しても治る気はしませんが、とりあえず交換してみました。その結果、吸気温度センサー異常のエラーコードは消えました。しかし、また新たなエラーコードが出てきました。VP3 の値が最終的に 11.2V で固定していきます。オンオフレシオは 21.6% となり、これはスロットルバルブセンサー関係の異常のエラーコードになります。車の調子は悪くありません。特に運転していてもアイドリングでも問題は感じていません。空年比が著しく狂っているようには感じられません。念のためプラグを点検してみましたが、4気筒ともほとんど均一な良い燃焼状態でした。エラーコードの示すスロットルバルブセンサー関係異常について次回調べていきます。